これは裏ですね。裏から来た時です。裏道になるのかな。夜動画の時はこっから来たんです。ここにも芸術鳥居がありました。こっちはちょっとちっちゃいんですけどね。入り口入ったところの方が大きく作られてます。ここが本殿になります。神社の映せるかな。こっちが女神様です。こっちが女神様です。で、この大きい石とちっちゃい石を祀ってあるみたいです。こういう感じで、こっちが女神様です。こっちが女神様です。何かが見えてきましたよ。何かが見えてきました。行ってみます。
これは？でこのまま降りていくと、わあすごいですよ。鳥居が折れてる。鳥居が折れてますね。これ折れた破片がこれですよね。蚊が、すごく蚊が増えてきた。あ、蚊が、すごいです。はい。はい。壊れた鳥居ですよね。この道を通って、本殿の方に行きたいと思います。本で、いろんな神様がおられますよね。ここは、神主さんがおられなくて、廃神社になってる、神社っていう場所ですね。狛犬様です。あ、誰か参っておられる方がいるんで、終わってからにします。池に出てきました。ここはね、白龍池っていうパワースポットでもあるらしいです。すいません、蚊が。白龍池っていうパワースポットで、ね、時折声がしますね。入ってた？今、泣いたんですけど。聞こえないか。鳥、おっきいのがあります。皆さん、すごいですよ。皆さん、すごいですよ。行きますね。これですね。これを見に来たんです。すごいです。すごいですね、この鳥居。この鳥居を見に来たんです。
ここに、すごいですね。地蔵菩薩かな。うわぁ、すごいなぁ。反対側には、毘沙門天がおられますね。このままもう一度バックで撮っていきたいと思います。どうですか、もっと後ろかな。これを撮りに来たんです。すごい鳥居ですよねこれ。これでもっとよく撮ってみたいと思います。すごいですねほんまこの彫刻。裏側は寄付なされたみたいですね。すごいです。なら奥に行ってみたいと思うんですが、ちょっと蚊に食われてね、痒くて痒くて。滝？失礼します。あ、滝かな？滝。ありますね。あ、不動明王かな。すごいすごい。はい、ここから。もう一度すみません。これを見たくて来たから、もう一度撮らせてください。すごいですよ。